フランスのサルコジ元大統領が大統領選挙での違法な選挙活動費の支出で実刑判決を受けました。3月にも別の汚職事件で実刑判決を受けています。サルコジ元大統領は落選した2012年の大統領選挙で法律で定められた額の2倍近い選挙活動費を支出した罪に問われていました。サルコジ元大統領は関与を否定していましたが、パリの裁判所は30日、不正を認識していたと判断し、禁錮1年の実刑判決を言い渡しました。弁護側は控訴すると明らかにしています。サルコジ元大統領は3月にも2007年の大統領選挙をめぐる汚職の罪で実刑判決を受けています。